はい、お疲れ様です。カジです。えー、皆さん、マイナポイントをゲットしたでしょうかえー、マイナンバーの方、申請しましたでしょうか私は、マイナポイントを、えー、マイナポイントですね、このセンターキャリアとラムマウント。これは違いますけど。<laughs> 今はなきラムマウントをですね、購入しました。えー、センターキャリア14000、ラムマウント6000で、計2万ですね。 でマイナポイントは2万ポイント付与されたんで、えー、実際この2つで使ったと。えー、6000円はチリとカッシャーが、しかし、まあ、実質タダということで、ポジティブシンキングで、えー、実質タダということで <laughs> 購入しました。えー、皆さん、あのー、ぜひともマイナポイント、2月28までなのでですね、えー、ぜひとも、ね、ポイントの方をもらえるうちにもらっとった方がいいのかなとは思います。ししですね、このマイナポイントはですね、 えー、マイナポイントだけでは、えー、商品の方は買えません、えー。マイナポイントをどこの会社に付与するかによって変わってくる感じですかね。例えばマイナポイント、えー、2万円分取得しました。じゃあその2万円分取得した分をペイペイにやるか、えー、楽天ペイにやるかとか、えー、と D 払いとか D ポイントにするかみたいなそういうのを選べるんですね。私はちなみにペイペイです。 初めて PayPay ペイペイを使用したところ、かなり役に立って、今現在キャッシュレスの生活でございます。えー、ですね、あとマイナポイントはですね、銀行口座の紐付け、保険証の紐付け、あとチャージですね、えー、ペイ PayPay ペイの場合は25%の、えー、25%分のポイントが付くんで、えー、っと、よくわかんないと思うんですけど、えー、っと、2万円、 2, 2万円分の現金をチャージすれば、あ、2万円分をチャージすれば、えー、5000ポイントがつくよっていう感じだったんで、もう私はもう速攻で2万円ポイントをチャージして、5000ポイントゲットしました。<laughs> ペイペイのいいとこはですね、あれなんですよ、Amazon 商品買えるんですよ、びっくりしちゃってさ、Amazon なんてもう2万円分あっという間に <laughs> 使うんで、えー、アマゾンペイペ y のアカウントと Amazon のアカウントを紐付けして、 PayPay、えー、ペイペイポイントでこいつらを買ったと。はい、でチャージした分の2万円分はこ,こいつを買った。<laughs> あ、これはヨドバシで買ったな。2万円分まだ残ってるな。うん、最近ですね、もう PayPay 払いが楽すぎて、キャッシュレスになって、もう財布を持ち歩いていないという、はい、楽なんですよ、まあまだ。まだ1ヶ月経ってないんで、ちょっと1ヶ月ぐらい経ったらあのキャッシュレス。 生活はどうだったかっていう動画を出したいと思います。えー、今のところ困っておりません。えー、財布を探す手間もの、<laughs> 物を紛失させる天才なんで私。えー、むしろもうね財布を持たなくていいというね。だ、えー、かそのウォ,レットウォレットカードをねなくす心配もあるんでね。えー、フォロワーさんに申し訳ないところだ。まあそこは気をつけておりますが、対策も考えておりますが、はいということで,ですね。 えー、マイナポイント、2月28までなんで,でね、ぜ、え、ひ、ー、とも早く取得した方がいいと思いますで。マイナンバーカード自体はですね、もう絶対、全国民取得しろみたいな流れになると思うんで、つか、多分なるなります。確実に <laughs>。なると思うんで、もう多分あれですよ、銀行を作るにもマイナンバーないな、マイナンバーないと無理っすみたいな。 のがもう5年5年とか10年後に来ると思うんで、もう早いうちにそういうのになれた方がいいんじゃないかなと思った人もこのマイナンバーカード、えー、ポイントでバイクのパーツ買えるんで、ぜひともおすすめです。ということで、ね、えー、今回の動画は、ね、マイナポイントについてでした。おお疲れ様でしょう